の YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェアよろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップと動画の画面の下にある、サンクスボタンからも応援よろしくお願いします。旧 Twitter の X も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。私たちは、最高の時代に生きているんだぜ。また、急に何を言い出すのよ。だってそうだろ。家にいながらスマホをポチると、伝説のさぬきうどんが届く時代になったんだからな。また、ネットで買ったの？そうなんだぜ。一昔前までは、よしと時間を使って食べに行かなければいけなかったのに、今ではポチッとするだけで簡単に家まで配達してくれるんだからな。これもすべてインターネットのおかげなんだぜ。もはや、ネットなしでは生きていけないと言っても、決して大げさじゃないと思うぞ。そうかもしれないけれど、あまり光の部分だけを見ていちゃダメよ。光の部分だけ？まるで、インターネットに影の部分があるみたいな言い方をするんだな。もちろん、あるわよ。そもそも、光があるところには必ず影があるんだから。そんなものないと思うんだが。ちなみに、インターネットの影の部分ってどんなところだ？コンピュータウイルス感染、不正アクセスにフィッシング詐欺などが代表的なものね。他には、パスワードが流出してしまって、電子決済サービスが不正利用されるといったものもあるわ。確かに、影なんだぜ。つまり、影があることを理解した上で使っていかなくちゃいけないということ。パスワードが流出して電子決済サービスを不正利用された人の多くは、被害に遭ってからセキュリティの重要性に気づくんだから。光あるところに、影ありということか。気をつけないといけないんだぜ。そうよ。影の部分を知っているのか知らないのかで、その後の判断が変わってくることもあるからね。だから、光の部分ばかりに注目するんじゃなくて、影の部分にも注目しておかなければいけないの。そして、これは新型コロナワクチンも同じなのよ。ワクチンも同じ？どういうことだ？ということで、今回は大手メディアが大々的に報道しないワクチンの影の部分について詳しく解説していくわね。それじゃ、ゆっくりしていってね。早速なんだが、ワクチンの影の部分ってどういうことだ？すべてのワクチンには、ベネフィットだけじゃなくてリスクが存在する。つまり、ワクチンで考えると、光に当たるのがベネフィットで影になるのがリスクなの。ワクチンのリスクが影の部分。マリサも知っていると思うけど、ワクチンを接種した人の中には、接種後に生じた健康被害で苦しんでいる人がいるのよ。それは、知っているんだぜ。中には、亡くなってしまった人もいる。ただ、こういった事実はテレビや新聞では大々的に報道されることがない。本当なら、ワクチンは私たち全員に関係するニュースなんだから大々的に報道しなければいけない。それにもかかわらず、大々的に報道されないことで、ワクチンの光ばかりが注目されることとなり、多くの人が影の部分を知らないまま、今も接種を続けているのよ。実際、ワクチン接種後に生じた健康被害によって亡くなった人や苦しんでいる人がいることを知っていても、死因や症状について知っている人はそれほど多くないんだから。そうかもしれないな。私も死因や症状までは知らないんだぜ。でも、これって危険な状態じゃないのか。だって、死因や症状を知った人の中には、ワクチンについて考える人もいるかもしれないんだぜ。それを考えたら、新聞やテレビが大々的に報道しなければいけないと思うんだが、どういう理由があるのかはわからない。ただ、テレビも新聞も大々的に報道していないことは、これまでの流れを見ればわかるはずよ。だって、どう考えても報道するべきニュースを報道していないんだから。報道するべきニュース？どんなニュースだ？メッセンジャー RNA と呼ばれる遺伝子物質を使った新型コロナウイルスワクチンの開発に道を開いた二人の研究者がノーベル賞を受賞したというニュースが、大々的に報道された数日後、京都市内で大規模なデモが行われたの。大規模なデモ？どんな人たちが参加したデモなんだ？デモに参加したのは、ワクチン接種後に死亡した人の遺族と僧侶、合わせて230人。ワクチン接種後に亡くなられた人が2000人を超えたという事実を忘れないでほしいという思いのもと、開かれたデモなのよ。2000人以上。そう。それにもかかわらず、この事実は大々的に報道されることがない。それだけじゃないわよ。
これだけの人が亡くなっているのにもかかわらず、何の対応も取られていないまま接種が進められているのよ。報道も対応もされていないって、やばいだろ。ええ、多くの国民は知らないけれど、こんな状況下でワクチン接種は続けられているの。こんな状況、絶対に許されちゃいけないんだぜ。許すも許さないも、現実に起こっていることなのよ。恐ろしいんだぜ。デモに参加した遺族で54歳の男性も、多くの国民が知らないことを問題視していると語っているわ。遺族ってことは、家族を亡くされたんだよな。ええ、男性は、かけがえのない妻を亡くした。最愛の人を亡くした悲しみの中、男性は一人で暮らしているの。一体、何が起こったんだ？男性は、妻のことを間違ったことが嫌いなタイプでぐいぐいと自分を引っ張っていってくれるタイプの女性だったと語っているわ。引っ張っていってくれる。男性にとって、本当に大きな存在だったんだな。男性は、夫婦二人で幸せな毎日を過ごしていた。でも、妻がワクチンを接種した数日後、男性の幸せな日常は突然、奪われてしまうことになったの。数日って、ワクチンを接種してから数日で亡くなったということか？男性の妻に、何が起こってしまったんだ？妻がワクチンを接種してから4日後の朝、男性の電話に妻から着信があった。電話の内容は、頭が痛いからすぐに帰ってきてくれというものだったの。頭が痛いから帰ってきてくれって電話するくらいだから、妻は自分でも普通の状態じゃないって分かっていたんだろうな。ええ、実際、それまでに電話で体調不良を訴えてきたことなんて一度もなかったそうよ。めちゃくちゃ心配になるんだぜ。男性も不安になっただろうな。ええ、男性は妻からの電話を受け、すぐに帰った。帰宅すると、妻は椅子にだらんと座っていたそうよ。男性が大丈夫？と声をかけたところ、頭が痛くて気持ちが悪いと答え、救急車を呼んでほしいと訴えてきたそうなの。救急車。妻の訴えを聞いた男性は、すぐに救急車を呼び、病院に行った。病院では、何と診断されたんだ？左脳皮質化出血と診断されたわ。その後、すぐに血の塊を取り除く緊急手術を受けたんだけど、手術から5日後、残念ながら、妻は亡くなってしまった。49歳だったそうよ。49歳。これから、まだまだ二人で幸せな時間を過ごしていくはずだったのに。ちなみに、男性の妻に持病なんかはなかったのか？男性によると、妻に持病はなく、会社の健康診断でも異常を指摘されたことはなかったそうなの。健康そのものだったということだよな。ワクチン接種後、突然、亡くなってしまったということになるんじゃないのか。ワクチンを接種していなければと考えたくなるんだぜ。そうね。ただ、医師の報告書には評価不能の文字が書かれていたの。評価不能？つまり、ワクチンとの因果関係はわからないと結論付けられているということよ。そうなのか。ただ、男性の要望によって国にワクチン接種後の死亡事例として報告されているわ。これ、男性が要望しなければ報告されなかったってことだよな。そうなるわね。そうなるわねって、持病もなく、会社の健康診断でも異常を指摘されなかった人が、ワクチンを接種して数日後に亡くなったわけだよな。これだけを聞くと、病院側がきちんと報告するべきだと思うんだが、そう思う人も多いかもしれない。でも、今回のケースのように病院で因果関係はわからないと判断され、遺族が要望しないことで報告されていないケースもあると指摘されているのよ。これは、国がきちんと管理しないといけないと思うんだが。男性の人生は、妻を亡くしたことで大きく変わった。老後に備えて暮らしやすい住まいにするために二人で考えていた自宅のリフォーム計画もキャンセルしたそうよ。男性の気持ちを考えると、かける言葉が見つからないんだぜ。男性は、妻を亡くしてからの時間を地獄のような日々だと言っているわ。朝、目が覚めて、夜が来るから一応、布団に入って眠る。そういう生活だと言っているわ。突然、最愛の人を失ってしまったんだもんな。趣味の旅行やゴルフは、すべて妻と一緒にやっていた。そのため、何をやっても妻のことを思い出し、胸が苦しくなってしまう。そんな毎日を過ごしているの。思い出さないなんて無理だよな。ノーベル賞を受賞したニュースばかりが注目されているから、ワクチンの影を追求することが水を差すことになると考える人もいるかもしれない。でも、それとこれとは別問題なのよ。いくら、光の部分が眩しくても、絶対に影の部分を無視しちゃいけないの。なぜなら、多くの人が影の部分を見ないまま過ごしていると、
今回紹介した男性のような人の存在が忘れ去られてしまう危険性があるんだから。絶対に、忘れ去られてはいけないんだぜ。ただ、やっぱりノーベル賞を受賞したことは知っていても、ワクチン接種後に亡くなった人が2000人を超えていることや、どういった経緯で亡くなったのかを知っている人は少ないと思うんだぜ。これは、大きな問題よ。だって、知られていないということは無視されているのと同じことだからね。ひょっとしたら、自分には関係ないと考える人もいるかもしれない。でも、それは大きな間違いよ。だって、日本人の8割以上の人がコロナワクチンを接種しているんだから、決して他人事じゃないの。むしろ、すべての人が知っておくべき情報なのよ。そうだよな。私たち全員が当事者になるんだよな。ワクチンには光の部分だけじゃなくて、影の部分もある。そして、影の部分は人の命に関わる場合もあるとわかっている。当たり前だけど、人の命は一度しかないの。亡くなってしまうと二度と戻ることはないの。だからこそ、もっと多くの人がワクチンの影について知る必要があるのよ。2000人を超える人が亡くなっているんだもんな。私たちは、そのことをもっと重く受け止めなくちゃいけないんだぜ。テレビや新聞では、マフィンなど食中毒に関してのニュースを大々的に報道している。もちろん、これも大切なニュースよ。ただ、コロナワクチンの影の部分に関するニュースを大々的に報道しない理由にはならない。そうだよな。そう考えると、食中毒に関するニュースをあれだけ大々的に報道して、ワクチンの影の部分については、ほとんど報道しないのはやっぱり不自然なんだぜ。ワクチン接種後に亡くなった人の遺族や、ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しんでいる人は、今も苦しんでいる。迎えるはずだった未来を突然、奪われて苦しんでいるのよ。この事実を、もっと多くの人が知らなければいけない。だって、多くの人が知ることで、問題は表面化していくんだから。男性は、すべてを奪われた。そして、地獄のような日々を過ごしている。この事実を私たちは忘れちゃいけないし、もっと真剣に受け止める必要があると思うの。そうだな。それと、もう一つ。救済制度が機能してないことも忘れちゃダメよ。救済制度が機能していない？そう。それじゃ、ここからは救済制度の現状について詳しく解説していくわね。これまで、国内では4億回以上の新型コロナワクチンが接種されてきた。その一方で、救済制度への申請件数は、コロナ前の30倍近くになった。30倍。でも、それだけ健康被害に苦しんでいる人が救済されているということだよな。そういう意味では、制度があってよかったと言えるんじゃないのか？そう思うかもしれない。でも、そう言い切ることができない背景があるのよ。それが申請までのハードルの高さと審査結果が出るまでの時間が長すぎること。どちらも、大きな問題なんだぜ。コロナワクチンにも適用されている予防接種後健康被害救済制度は1976年にできた制度で、厚労省によると、通常は厚労省に書類が届いてから都道府県に審査結果が届くまで4ヶ月から1年ほどがかかるとされているの。4ヶ月から1年。想像以上に、審査に時間がかかっているんだぜ。ただ、今はこれ以上に時間がかかっていると指摘されているのよ。え、そうなのか。本来は、迅速に救済するための制度なんだろ？ええ。ただ、コロナワクチン接種が進んでいく中、救済制度への申請数も急激に増えていった。厚労省によると、2014年から2018年度は全国で100件前後だったものが、コロナワクチンだけで年平均2800件ほどになったとコメントしているの。100件前後のものが2800件、30倍近くになっているんだぜ。その結果、申請した人は長期間待たされることになっているの。中には、申請から1年以上経過しても、何の連絡もないという人もいるのよ。一年経って、何の連絡もないって。そんなの、困るんだぜ。健康被害に苦しんでいる人は、待っている間も、苦しんでいるんだよな。マリサの言う通りよ。待たされている間も、苦しみ続けている人が大勢いるの。ただ、迅速なはずの審査は気づけば機能しなくなっていた。11月13日時点で厚労省が受理した申請のうち未審査の割合は4割の状態が続いているからね。4割が未審査。つまり、未着手ということだよな。なんで、もっとスピードを上げないんだ？迅速に救済するという意味がわからないのか？厚労省によると、審査のペースが追いつかず、今年に入ってからは審査する部会を3つに増やして体制を強化したと発表している。
それでも、十分な対応がされているとは言えないと指摘されているの。救済制度は、絶対に機能してもらわないと困るんだぜ。だって、救済制度があるから安心して接種しているという人もいると思うんだぜ。そうよね。救済制度が機能していないと知った人の中には、接種を見送るという選択をする人もいるかもしれない。そういった可能性がある以上、こういった事実は大々的に情報発信しなければいけない。それにもかかわらず、政府も大手メディアも、この事実を大々的に伝えようとしない。この時点で、安心できる環境が整っているとは言えないわよね。全然、安心できないんだぜ。コロナワクチンに関する審査はこれまでに61回開かれてきた。ちなみに、これまでの審達受理件数は9522件で認定件数は5357件、否認件数が860件。保有とされているものが74件となっているの。否認された件数が860件もあるんだな。それが気になるんだぜ。ちなみに、最も多い否認理由は通常の医学的見地によれば否定する論拠があるというものだった。否認する論拠があったんだな。長年、審査会の委員を務めてきた方によると、もともと因果関係があることの証明は難しいと語っているの。そういう意味では、審査会の役割は因果関係が明らかに否定できるものを否認にすることだと語っている。一方で、因果関係が明らかに否定できないものに関しては、極力救済につなげることが大切だとしているわ。そして、そのためには診療記録など詳細な資料が欠かせない上に、それらを読み込んで検証していく必要があるから、どうしても審査に時間がかかってしまうと語っているの。そりゃ、時間はかかるかもしれないけれど、コロナワクチンに関しては、接種後に生じた健康被害によって、今も苦しんでいる人が大勢いるんだから、迅速に審査してもらわないと困るんだぜ。その点に関しては、先ほどの審査会の委員も理解していて、申請のハードルが高く、審査に時間がかかることで、申請者の不満が積もる事態は避けるべきだ。と、コメントしているわ。わかっているけれど、解消できていないということか。委員の方は、国民にとってのメリットが一番大きくなるようなバランスで制度を運用することや、しっかりと説明をしていくことが大切だと主張しているけれど、未だに具体的な対策は取られていないの。こんな状態で、救済制度を用意していると言われても、正直、微妙な気持ちにしかならないんだが。現在、認定されているのは約9000件のうち5000件程度で、否認されたものは800件程度ある。そして4割程度が未着手という状態。そして、このような状況にあることは、大々的に報道されていない。だから、多くの人は救済制度の現状を知らないままなの。ここ最近では、認定されるケースが増えているけれど、そのことについても大々的に報道されていない。こういった状況を考えると、意図的に情報を目に留まる場所に出さないようにしていると指摘されても仕方ないと思うの。そうだよな。だって、私たち全員が絶対に知っておくべきニュースだもんな。ひょっとしたら、こういったニュースを知った人の中には、自分も該当者であるかもしれないと気づく場合もあるかもしれない。そういう意味でも、絶対に知っておくべきニュースなの。そうか。ワクチン接種後に生じた健康被害に気づかないで過ごしている人もいるかもしれないんだよな。そうよ。特に、接種から数日経ってから体調不良になった場合は、ワクチンが関係していると考えないケースもあるからね。だから、症状について理解しておくことが大切になるの。症状がわかっていれば、病院で詳しく見てもらうこともできるからね。場合によっては、救済制度に申請できるかもしれないのよ。こういったことが考えられるわけだから、知っておくことは本当に重要になるの。こういった事実を伝えていくことで、今、苦しんでいる人が救われるかもしれない。それだけでも、情報を発信していく意味があるんだぜ。ええ、それと同時に、申請しているのにもかかわらず、審査結果を待っている人が大勢いることも知っておかなくちゃいけないわよ。なぜなら、この事実を一人でも多くの人が知れば、政府も動くしかなくなるからね。そうか。多くの人が、問題に気づくことができれば、政府が仕事をしていない事実を知ることになるんだもんな。本当は、自主的に動く政府でなければいけないんだけど、これまでの動きを見てもわかる通り、政府が積極的に動くとは考えられない。それがわかっている以上、私たちにできることは、少しでも多くの情報を入手して、その情報を広げていくことにあるの。情報を知っている人が少なければ、政府も無視できるけど、
大勢の国民が知ることになれば、さすがに無視できなくなるもんな。そういうことよ。ワクチン接種後に生じた健康被害に苦しんでいる人の多くが、まさか自分がこんなことになるなんて思いもしなかったはず。これは、言い方を変えれば自分もその立場になっていたかもしれないということ。だから、他人事として考えるんじゃなくて、当事者になるかもしれないと常に意識しておくことが大切になるのよ。当事者意識を持って、情報を集めていくことが大切になるんだな。ええ、だって、ワクチン接種は今も続いているんだから、いつ誰が、接種後に生じた健康被害に苦しむことになるのかはわからない。そういったリスクがあることを真剣に考えていく必要があるの。そのためには、テレビや新聞だけの情報では足りないということだよな。ええ、テレビや新聞は、こういったワクチンの影の部分について大々的に報道しないからね。だから、自分で情報にアクセスしていくことが大切になるの。そして、できることなら、こういった事実を SNS などで発信していくことで、より多くの人が事実を知れる環境を作っていくことも大切になるの。一昔前までは、これはできないことだった。大々的に情報を発信できるのはテレビや新聞に限られていたからね。でも、今はネットや SNS を使うことで、個人でも情報を発信していけるようになった。つまり、テレビや新聞が隠そうとしている情報でも、表に出すことができるようになったということ。もちろん、簡単なことじゃないわ。でも、ネットが普及する前と比べれば大きな違いよ。そういう意味では、私たちは大きな武器を手に入れたことになる。あとは、私たちがこの武器をどう使っていくのかが大切になると思うの。苦しんでいる人を見捨てない。そういった当たり前の社会を作るために、私たちができることは、決して少なくないと思うんだけどな。それじゃ今日はここまでなんだぜ。また次の動画でお会いしましょうだぜ。ご視聴ありがとうございました。